はい。それでは、文の要素というものについてお話しいたしますが、えー、この文の要素、まあ、聞き慣れない言葉かもしれませんが、まあ、簡単に言うと、英語の文型ですね。SV、SVC、SVO、SVO1O2、SVOC、ね、この5個ありますが、このまあね、えー、語文型を構成する要素、ね、まあ、文の要素って言います。はい。 じゃあ、まず見ていきましょう。まあ、動詞。まあ、これも言うまでもありませんね。えー、記号は V で表しますね。まさに文の中心。ね。えー、この語順を支配する一番大事な単語。言うまでもありません。で、この動詞を基準にして、この前後にいろんな要素がつくわけですが、まず動詞の前に来るのが主語ですね。えー、記号は S。はい、これは動作をする側ね。えー、動詞が表す動作をする側の人、物、ことを表す。 まあ簡単に言うともう、まあ簡単すぎて例文つけなかったんですけど、一応つけますと、例えばもう、I love you。ね、もうごく簡単な文ですが、はい。私はあなたを愛しています。こね、愛するっていう動作、心の動き、ね。えー、これの行う側、主が私、ね。えー、これが主語、いね。 で、もちろん主語ね、人、物、ことを表すわけですから、当然名詞しか主語になることはできません。名詞以外の品詞は主語にはなれません。いいね。そして次、目的語、記号をで表します。はい。これは、動詞が表す動作をされる側、ね、動作を受ける側、ね、この愛するという動作を受ける側、ね、これが目的語。で、やはりこれも人、物、ことを表すから、当然名詞しかなれません。いいね。 そして、保護。これがなかなか捉えづらい。えー、記号 C で表しますが、はい、保護。これ、補う言葉。どういうことか、はい、S、O を説明する言葉。簡単に言うと、S や O について意味を補う言葉と考えてください。いい。で、じゃあ一体どういう品種が保護になれるかって言ったら、ほら、これ、S、O、S、O、どっちも名詞だよね。だから簡単に言うと、名詞に 説明を加える言葉ね。ってことは、まあ、名詞で名詞を説明してもいいし、形容詞で説明しても構いませんよね。はい。保護になれるのは原則、名詞、形容詞、どっちかです。この保護、若干捉えづらいんで、ちょっと文をつけておきました。はい。こっち行きましょう。はい。まず上。はい。He became a pianist. はい。彼はピアニストになりました。えー、動詞 become は SVC。ね。えの文献使いますね。 え、この保護の部分にピアニストっていう名詞がありますね。で、簡単に言うと、この主語の「he について、彼はイコールピアニストになった。まあ、要は、こういう文が埋まっているね。She is a pianist、ね。She is a pianist ね。彼がピアニストである。彼イコールピアニストっていう関係が整理してるね。だとか、した The news made me happy. はい。これは動詞メイク。はい。動詞メイクはこの文型で使えますね。svoc で使えるね。で、その知らせは私を幸せにしてくれた。ね。そのニュースは私をハッピーにしてくれた。まあ、これは o の説明ね。私がどんな状態になったかハッピーになった。まあ、要は me equal happy。まあ、もっとちゃんと言えば I am happy. ね。私が幸せであるっていう、こういうね、主語、述語の関係がある。ね。ええで、ね、うん。まあ、こういうね、簡単な文見てみれば、ね、この保護、ね。この保護の意味を補う言葉っていうのがわかりますよね。さあ上の文ならば、死について意味を補ってる。こっちならば、未について意味を補ってる。ね。こう考えよを。Okay? はい。で、 ここまで4つね。VSOC。この4つはね、英文を作るために絶対に必要な、ねえー。そういった要素ですが。実は、これ以外に、これ以外にいいですか。はい。なくても文は成立する。そういった要素がありました。はい。それが就職語ですね。まあ単なるお飾りの言葉ね。まあ SVC とか SVO とかそういった文の骨格部分にお飾りがペタペタくっついて文は長くなるね。 で、そういった就職後に分類されるのが福祉。そして前置詞がついた名詞ね。この二つは必ず M に分類されますね。で、この M は、はい、なくても文は成立するね。えー、なくても文は成立する。えー、ということをしっかり覚えておいてくださいね。で、副詞前置詞、名詞は必ず M になってしまうね。そこをしっかり覚えておいてください。はい。 以上、ここまで文の要素のお話でした。